としてエンターテインメントの最高峰である企業名誉会長に掲げ生徒たちが日々邁進中。それがフルート愛の学校である。一番大きな予定調和に気分を引き出す僕を定調剤に巡る。さあ始まりました VK の学校エミンです。この6月9日6分の日に放送開始。この番組どんな感じなのかチャンピオン A 面では僕たちフェストワンクールとDaizyStripper and Fest Vainqueur生徒としてね、昼は音楽活動、夜は生徒この学校で勉強するというのが X3 にもなんとか話が順だな。いやね、それから今後頑張っていきますので、まだ緊張してるんです。よろしくお願いします。よろしく。生まれ変わる痛みちょっとだけ泣いていたんだ。約束をした強くならばと窒息繰り返しながら君がいなくて辛かった。君がいないとダメだった。もう誰一人置いてゆかない。ずっと笑い合って愛してくれ苦しい時すまで泣いてくれますか。 Stay with me, stay with me. 心停止女性を早くずっと大好きなあなたのためにでも大切なあなたのためにアメスアメスやばない雨はYou could say YMMRK4つの脳じゃ足りねえとは羽をちぎる。それじゃ雲の背を止め逆さまいった死んだ夜が終わる。いろいろなことがあった。もうダメかと思った。君が支えてくれた。病んでたアダムはイブの全てにのっと誓った愛した歌は途切れない。ねえどうしてあなたに会えると、ねえどうして涙出るんだろう。 Dry your tears Dry your tears 心停止今は抱きしめて。ねえ神様僕が犠牲になるから、大切な人を笑顔にさせて。 Casual Casual 泣けない夜はないから。 You could say YMMRKWe'll be right back.
ずっと笑い合って愛してくれますか。苦しい時そばで寝置いてくれますか。 Stay with me, stay with me。 心停止蘇生を早く、ずっと大好きなあなたのために、ただ大切なあなたのために。 I'm a soul, I'm a soul。 追いつけた夢の続きに、 Because I am MRK。完全交代合わせです。
はい、これはまず何ですか。ですねクジラじゃないですかね。クジラ、クジラじゃないですかね。はい、じゃあこれもうダメです。ダメ、ダメ、ダメ、なんで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 、ほら、先生に色目を使ったら、嫌いよ。次に行っちゃいましょう。行ってんか、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 行ってんか。はい、でもディスギターね。はい、色が、深海魚、深海魚、はい、深海魚。あ、そうですね。危うそうや。あの感じの、あの感じの深海魚です。そう、じゃあ、1点、3点。あ、やった。マイナス5点です。マイナス5点ですよ。めっちゃ美味しいな。じゃあ次いきます。もうふざけたらいけないってことですよ、皆さんね。あ、また遊んじゃった。おバカさんがいる。おー、誰だろう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 、これ何ですかね。はい、はい、あ、問題のカジタ。ほら、豚で海帰ったから、ちょっとヒレ足してみよう。なんて、なんてやこれ。これはね、3点。おー、さっきの豚との差が分かんないけど、3点だってよかったね。いくよ、次これだーね。おー、ただって一回消してる。あれ、なあれ、あれ、もう一回消してるねえな。もしかしてあれか、これは何。これ海艦でしょ。海艦もうそういう、ほらちゃんと陸にいるじゃないですか、木入って。あ、それ何、進化した、進化した。なるほどね。どうやって。じゃあ、見て。おー、なんか遊んじゃった子が誰だれ。もう、誰がこんなことしたの。誰だ、誰ですか。もう、だから漢字見て、本当に俺タケノコって読んだんですよ、海の横のね。だから海のタケノコあるから海ぶどうみたいなやつで、そういうのがあるのかと思って、俺海にあるタケノコ書いたら。なるほど、タケノコね。独創的すぎる。ちょっと怖いです。僕は点数は俺あれマンボウって読むんだなと思ったんだけど、違います。またポンポコポンで、また。でも途中でなんかこうヒントくれた時に、なんかこういうやつと海の生き物じゃないかもって言われたんで、僕なりにイメージしたらサーフボードが出来上がってたんですよ。何を言ってるんですか。おマイナス3点。いよいよ最後の一人となってまいりましたよ。これじゃ、これもう分かりますね、誰か。はい、はい、
いや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 、ただ気持ち悪い。天然に完全に当てに行きましたよ。ったくな、シャチかと思って。シャチにあんまシャチね、シャチ、足入ってるけど、これはそうなんですよ、怖いよ。いや、海じゃないっていうそのヒントから導き出された答えが足です。足だ、進化しちゃった、進化しちゃったね。ちょっと一番近かったから納得できましたか。いや、いや、できました。なんで。だってどこにタヌキ要素あるんですか。大変、聞いてドキドキしちゃったんだけど、はい、そうなんですよ。思春期かしら、全然ね。なんか普段その黙ってればすごい可愛い、ま、ライブで頭振ったりなんてもう到底しなさそうな子が、急に頭振って豹変する姿がもうギャップ萌えで、先生が頭振ったらどう。あ、もうギャップ萌えです。いやよ、髪ひとひと話してるとき、髪の毛めっちゃいい匂いだったんですけど、頭振ってるとき女の子の髪の匂いが、あのステージまで届くんですよ。で、ドキがムネムネしちゃうみたいな。ドキがムネムネして、ヒラヒラです。ヒラヒラしちゃうね。大変ヒラヒラしちゃう。ヒラヒラなんですよ。ヒラヒラからのうんみたいな。そう、大変。ちょっと鼓動を聞いてみようかな。はい、本当に聞くの。これ本当に早かったらやだな。早いの、早いの、早い。あなたも止めてくれ。早い。その気持ちを歌に変えてほしい。歌って。ああ、まあそうですね。そう。やっぱライブ終わると、ライブ中すごい興奮してるから、うん、やっぱ終わった時のその寂しさとか、まあ同時に幸福感もあるけど、でもやっぱそれだけライブ中は満たされてるってことだと思うから、うん、今度見に来てください。一度。頭いっぱい振ればいい。はい。振り方が違う。全然もう、あの、教えてもらわないとダメ。そうなんだ。プロに。どうやって振るの？振ってみて。なんかこう8、あの8、数字の8を横にした無限大みたいなマークにこうやって振ると綺麗に見える。でも今のはちょっと優しいから、ちゃんと本気でやってみて。ちゃんと本気で、うん、それはライブでやる。やだやだ。それはライブでやるよ。お願い。今ここで先生だけにライブやって。うん、先生だけに。オッケー。うん、またね。やあよ。よろしくお願いします。どうも。失礼します。どうも。座って。先生どうしたの。座っていいんですか。この深刻な顔しちゃって。深刻な悩みがあるんですよ、うん、じゃあちょっといいですか、ね、いいよ。悩みね、はい、
りみんなもそうだけど、そういう悩みが多い年頃なのねっていう。そうですね、やっぱりあの先生やっぱいろんな人と飲んだりとかしてても、そういうこと言ってる人がよくいるのね。あ、目を覚ませって言います先生は何に興味が先生はね、ゴリラっぽい人が好きなの。あ、ゴリラっぽい人が好きなの。そう、クマゴリラみたいな。家に行ってもあのシャンプーしかない人が好きなの。え、これで体どうやって洗うのみたいな。あー、なるほど。そう、そうか、先生にちょっと好感度上げるには坊主にするしかないですよね。お悩みの格好も一回自分でするべきだと。あ、自分で。そう、自らなるほどね。そう、そこでまた新しい発見があると。あー、なるほどなるほど、やっぱ先生は新しい発見をもっと感じてほしいし、ライブで今度やってみようかな。でもすごい似合う気がするんだよね。本当ですか。他は。そうそう、あ、これ続きなんですけど、でもね、それは先生もすごくわかる。わかりますか。わかる。だから先生で言うと、まあ、例えば普段男の人がスーツを着たりとかする人が普段着がもうすごいラフになったり、すごいそれはわかるかも。わかりますか。わかる。ギャップ萌えってやつ。そう、だから先生も基本家だとあの今こんな感じだけど、デカめの T シャツ1枚なわけ上。ああ、なるほど。そう、間違いではないよね。あ、両方とも健全だと思う。なるほど。ただいつまでもそこを引っ張っていくとやっぱりあのね、犯罪になることもあるな。そうですね、過度にエスカレートしたら犯罪になりますから。そうそうそう、そうですね。そう、だからそこをね、行動に移したらあかんと思う。そうです、そんな感じで、また相談に来て、はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございますじゃ今日の罰ゲームは誰だっけな。はい、はい、はい、でも今日の罰ゲームはもうみんなが汚すからお掃除。お掃除。そう。おお、すごい。ほらちょっとかわいい。そう、かわいいじゃん。はい、はい、ちゃんと全部やっといてね。もう先生、あの今からデートだから行きます。またねー、またねー。俺そんな悪いことしたかな。これゲンキングだ、だって気まぐれだろ、あれ。魂の生贄ロックンロールとの心に刻めジングル恋バラ色人生にアルコール無限に続く夢はスワビーだ夢を握りしめ飲んじゃうな未来自由な人生大切なんじゃない二度と戻らない日々他人の
顔色を伺ってたら気づけば後の祭り操作引き金を引け Oh baby yeah 波乱乱情の人生自由と不自由の繰り返しさ後悔のない明日目指し血全開万全開恐れずに直感自衛君はロシアンルーレット希望と熱の明日はどちら無抵抗に受け踏み込みずに Begin on Jesus Christ いつか待ちかゲームライト終わりです。いいですね、これ。いいですよ。
ナオさん、はい、ナオさん最高いいですよ。先生はこういうの大好きです。やっぱこういう番組してるし、このね、ね、スポンサーがね、さすがですね、気の使いようが半端ないですね。いいいい、はい、じゃあ点数つけますね。20点おー、すごいですね。20点いいと思います。じゃあ次いきますか。あ、先生これちょっと嫌だかも。いきますよ。じゃあだーひろたん、頭っぽいね、なんか、はい、ひろたん、はい、はい、頭はヒデさんなんですよ。あ、髪がねピンクできるんですけど、難しいです。そうなんだ。でも先生、これこれが例えば好きな人から送られてきたら、ちょっと寂しい気持ちになっちゃうコーナー。そうですか。じゃあ点数いってみましょうか。はい、じゃあ点数いきますよ。じゃあ、あ、寂しいから1点。先生基準だから。じゃあ次いきますね。はい、ザ・エンド・ラ・レッド。誰？はい、カジタン。これ超分かりやすくないの？いや、分かりやすい。先生、一回ザ・エンドって言いました。先生ですよね、本当に。でも点数でも結構使えそうだから7点。おお、次はじゃん、誰、誰、はい、マイタ、はい、勝ちに行きましたよ今日は。おお、うん、強制終了です。強制終了、傷つけずに終われるんじゃないか。うん、顔も可愛いし、これ先生的にはこれ結構好き。おお、9点。おお、じゃん、おお、はい、次だ、はい、帰ってねってこう促す音楽じゃないですか、うんうんうん、でも別にあれ誰も傷ついてないじゃないですか、うんうん、閉店の時間だから確かに、うん、こうとってこう、おお、うん、テロテロ違いますテロテロじゃなくて、これはヒラヒーラとかしてるもうごめんね、先生意外とね雑なの。俺どうしよう、困っちゃうの。6点ぐらいかな、でもはい、うわー、これは傷つく。うわー、入れた。でもね、これ、まあ、言葉だけ見たらちょっときついですけど、その海のダウンキャッチョって顔がついてる。海のダウン以外ね。可愛いじゃないよ、それ。え、可愛いけど、できたらちょっと嫌だから。いやいや、可愛いですよ、それ。8点、3点。おー、やだ。タレントだけじゃなくて、ここが1人いる。誰？心当たりある子は先にもう手を挙げてペロペロって言ってください。ペロペロじゃん。もう終わりでしょ。これ使い回しちゃってるわけ。そう、そう、でもね、こうやってちょっとメイクロップすると可愛いっぽいから。もっと可愛いっぽいのがある。舐めてる子は飽きません。マイナス50点。じゃあいきますよ、次いきます。終わりだカカロット。終わったカカロット夕霧だ。これはどういう意味ですか？それはあれ、ドラゴンボール読んだことあります？先生ね、ドラゴンボール見たことないの。先生、珍しいですね。うん、でもこれも、これ男って感じ、ちょっと先生からしたらいいかも、ね、これだから、ここでデッカーじゃん、もう下にサインつけるぞ。やばー、これは何なの。さあ、番組的に、そう、番組的に放送できるかなみたいな。そうだ、モザイクがピーってなっちゃうから。これ、顔の動画ちょうどモザテーロみたいな。点数はね、ごめん、採点不能だわ。ごめん、いい点だね、これ。今のピーにやられたから10点。じゃあ次いきますね。はい、誰？これ僕です。あ、ガクさん。でもこれすごく先生的にこれいいかも。あ、本当ですか？うん、なんかこれ結構ミュージシャン
者の方には分かって共感されるんじゃないかな。先生これ倍多分普通で違う。ああそうです。あれあれ倍いいがねえ。分かる。いいが分かる。もう先生みたいな間違いしないで。ザ・エンドと同じエンド。そう。はい、じゃあ先生いきますね。はい。でもこれ先生的になんかもう、先生的ね、13点。これ感動しちゃいますね、最後。最後ですね。最後すごい感動した。いきますよ。じゃーん。先生の好きな人がそれをやったら一瞬で冷めちゃう。マジっすか。うん、ダメですか。無理。そういうのがね、きっと多分口に出しちゃダメだと思う。口ペロペロ。うん、違う、言い方が違う。ペロペロ。ペロペロ。違う、もっと可愛くやってみて。ペロペロ。もっともっともっと先生を、先生に、先生が欲しくなるような話。ウケる。女の子にモテたいんだったら直さなあかんね。ああ、うん、ほんますか。一言で言うとキモい。先生こんにちは。ヤッホー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 。今日どうしたの。ちょっと悩みすぎちゃってて、うん、先生に相談なんですけど。どうしたの。一つ言っていい？はい。バカ男。バカ男。だから先生からさ、そこに何があるのって言いたい。いやもう美学そのものですよ。バカ男そういうのは。いや、バカ男好き。なんていうんですかね、その昔、もう10年ぐらい前なんですかね。うん、行きつけの美容室があって、うん、まあ階段の結構登った先にあるんですけど、うん、そこで美容師さんがこう急にかがんで作業しだしたんですよ。うん、もうこの下の階段の下の下に僕がいて丸見えだったんですよね。うん、それ以来10年ぐらいですかね。10年以上だからもうパンチラを見てなくて。例えばさ、それが見えたらさ、どうなるの。ドキッとしますし、もう絵も知れぬ、なんていうんですか、幸せに包まれて、ピン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 みたいな。ピン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 。そうですね、体のいろんなところピン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 って。そういうお店に行けばいいと思います。お店あるんですか、そういうお店。きっとあるんじゃないかな。ですかね。あとはメンバーがみんな可愛いから、メンバーとそういうごっこをすればいいんですか。メンバーのパンチラを拝む。そう。あの後ろ姿だけカツラ被ればわかんないから。ああ、なるほど。そう、自分で履いて鏡で見ればいいんじゃないかなって。
セルフパンチなんですか。そう、セルパン、セルパン自分で履いてみて、履いてミラーをこうやって置いて、こうやってなんか鳥、まあ、うまいこと、そうそうそう、なんか、そうなんとかしたらできる。そう、違う違う違う、ここにミラーを置くでしょ、はいはい、ミラーを置いて、はい、ここに携帯あるでしょ、はい、こうやってちょっと下向き影やるからここで映すね。なるほど、ちょっとその発想なかったです。あとなんかセルパン押しした方がいいよ。それセルパン押し、バンドでセルパンしてるなんとかです。あー、セルパンです。もしかしたらね、それでポンと火がつけば、うん、どこやるかもしれない。セルパンって曲作ってほしい。曲名にしちゃうから。セルパンパン、セルパンパンね。ちょっとあのメンバーミーティングが必要になってくるんで、その、うん、ちょっと相談してみましょうか。うん、じゃあセルパンしたら今度先生に見せてね。あ、早速今からちょっとやってみます、うん、ありがとう、また。ありがとうございます、うん、あ、セレパン楽しみにしてる。あ、はい、よかった、できます。ありがとう。あ、すっきりした。はーい、今日の罰ゲームは誰だっけな。はい、はい、ハルタン、イエーイ、イエーイ。今日ね、もう何やってもらおうかなと思ったんだけど、うん、今日はね、もう先生と一緒の動きをしてほしいみたいな。あら、そう、遊んも一緒に踊ってほしいなみたいな。で、先生も見たいんだけど、サムギョプサラ今から食べに行く。またね。あの、うん、モニターで確認してるね。そう。見てるんかい。残り4人は次のライブのミーティングするから。お、俺抜きでか。俺抜きでか。俺抜きでか。あれあれな。うん、サボタなんで。恥ずかしい。恥ずかしいわ先生。ちょっと。これはどうだ。上がるね、上がるね。あ、上がる。ちょっとズボン破けて。グロリア、僕らは限りない明日へ。君とならどこまででも。遠くにまで来た。転んで傷ついて、さまよって悩んで、たどり着いた今思えば、決して楽な道を歩いたわけじゃない。どんなに辛くても足を止めずにこれだ。だからこそ君と共に走り続けた。
見たそのずっと先も輝き続けていくはずさ。グロリア素敵な未来があることそうさ証明してゆくのさ。グロリア止まらない週もよろしくお願いします。はい、じゃあ元気の先生出血をお願いします。はい、じゃあ今週もあいうえお順じゃなくて、うん、ゲンキング先生特別ランキングであの出席取るんで、うん、呼ばれた方はお手手あげあげしてね。はい、夕霧たん、はい、初の1位なおたん、はい、はい、で次、よしひこたん、はい、はい、で次、こうすけたん、はい、はい、きりきりたん、はい、はいで、最後がハルピッキですか。ハルピッキです。はい、何の順番これ、何これ、これ最下位じゃない。何の順番か、わかりますか皆さん。何ですかね、何だと思う。何ですかね。それをダンスで表してほしかった。ダンスで表す。一番成績が悪かった人にまたバッバッバーな罰ゲームがあった。本気で皆さん頑張ってください。はい、頑張ってね。じゃ問題、はい、この英語を絵に描きなさい。なかなか難しいですよこれね。皆さんね、ボケは禁止ですよ。真面目にお願いしますよ。ヒントは、ボケようがない。ヒントはコアタンって感じ。ヒントはコアタン。あと冬、冬、うん、だいたいコンビニって感じ。売ってるの。コンビニ売ってる。あとはトゥルントゥルンルンって感じ。ツルツルピッピンみたいな。いいヒントがたくさん出てますね。いきますよ。ではシンキングタイムスタート。新しい。ほらもうハルさんカンニングしない。カンニングはダメですよ。カンニングは直さない。知らないですよ。いいですか、もうあと5秒。5、4、3、2、1。はい、そこまでです。はい、以上ですよ。書き終わってますよ。皆さん大丈夫ですか。
はい、じゃあみんなのこの書いてもらったやつ集まりました。で先生もその点数を作ったんですけど、これを書いた人、はい、はい、吉彦さん、何ですよね、何それ。これはね、もう北海道ですね。北海道、北海道、北海道、ごめん、ごめんなさい、北海道って書いてある。北海道って何、すいません、北海道です。先生、八回路って何？八回路って何でしょうか、本当に。八回路って何？ごめんなさい、先生。ちなみにこれ、英語では何て読むんですか？デビルズ北海路。まんまなんですね。なるほど、なるほど。これは2点で。2点。変ですね。悪くないのかな？はい、次行きましょう。はい。これまた何なんでしょう、これ。レベルタウシ。ハルタン、これ何？レベルタウシ。何やね。何？レベルタウシ。了解？了解？コンビニ売ってるんでしょ？うん。あれですよね。あの。これ何？しらたきです。ああ。なるほど、しらたき。なるほどね。ああ、なるほどね。しらたき。正解。いや。ノー。ノー。ひっついたら取れなくなりそうだから一点。はい。じゃーん、はい、僕です。コウスケさん、はい、これは何ですか？絵に描いたようなおでん。おでん。さっきの発音で言うと、デビルトルテイズ。デビルトルテイズで、デビルが熱いっていう、そういう熱っ熱っみたいな、熱っ熱っ怖っみたいな。なるほど。先生どう思いますか？これもなかなかいい線いってますね。いい、そう、でも正解ではないんだよね。正解じゃないんですか？そう、ね、先生。はい、これめっちゃ惜しいんですよね。めっちゃ惜しいの。でもまあ近かったんで、5点で。おー、5点で、5点は半端ないです。はい、じゃーん、次だーれ。はい、はい、キリタン、はい、いいですね。いいね、なんか絵がうまい。はい、これはもしや先生を描いてくれたんですか？もちろん先生です。さすが、よくわかっている。ありがたい。それか、それか。いいな、それいいな。いや、おでんの具は何が好きなの、キリタン？好きなのちくわぶですね。ちくわっぽいもんね。初めて言われた。ほんと？これ点数つけるとしたら、はい、7点。あ、やった。やっぱりこの先生、さっきと同じあのおでんだけど、先生がいることによって2点上がったって。はい、次は誰？あ、これは僕。ゆうぎさん、これ何？これ上がったでしょ。これ逆に嫌だと思います。北海道じゃないの、これ。北海道は2つ持った。北海道フォルム一緒よ。何これ、北海道でしょ。いや、これね、こんにゃく。わお。そう、まあおでんのとこ、おでんコーナーに売ってるこんにゃくを想像したんですけど、はい、もうこれ正解なので、おお、10点で。マジで？やったー！マジかー！すごいですね、先生。すごいですね、よくわかりましたね。ほんと、よくわかっちゃった。ゆうぎくんはこれ知ってたんですか？知らない、知らない。知らないんです、ダメ。ヒントで。ちょっとデビルの真似してもらっていいですか？デビルの真似？はい、はい、あのさ、喋った。はい、なんか、今ちょっとね、下手だったんで減点1点です。はい、減点1点になっちゃいましたよ。はい、で最後はまた、じゃーん。おー、おー、はい、誰ですか？はい、なおたん。そう、でもこんにゃくってこういう感じでしょ。買った時ちょっとでも軽石っぽいですよね。軽石っぽい。でもなおたんも見た目軽石っぽいけどね。それもね、初めて言われた。ほんと？10点で。ありがとうございます。あ、10点です。はい、じゃで最後に吉彦さんは減点です。何で減点された？なんで減点されたと思いますか？やっぱ絵が必須だからですかね。いやもうね、デビルのモノマネをしてもらっていいですか？え、デビルのモノマネ。得意なやつだよ。あ、得意なやつですか？得意なやつ。デビルのモノマネ得意なやつ。はい、もうね、音だけじゃねえ。違う違う、もう先生は、もうつまらなすぎてドン引きしちゃいます。そう、先生がっかりだったからマイナス3点。インクネド
は吉彦さん。なるほど、やっぱりモノマネが効いてますね。じゃあ終わります。キリン。はい。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうしたの今日は。身内して言ってもいい、うん、あのね、街を歩いてて、やーよつけ目男例えばだよ、うん、振り返って後ろ姿が超可愛くて追っかけていってちょっと違ったって場合もあるでしょ。あるある。そういう時は安心するんですよ。あ、はい、いいとドキドキしちゃってめっちゃ可愛くても行かないの。俺は行かないですね。それを振り向かせるぐらいの有名な人になりたいなと思って。いや、超有名でも多分自分から行かないと来ない行けってこと。じゃあ先生は行けってこと。先生やっぱ肉食が好きだから。え、先生肉食好きなの。肉食ペロペロみたいな全然2、3人ぐらいしか笑ってない。先生が例えば追っかけられるんだったらやっぱ声をかけてほしいかな。あ、そうなんだ。一回も声かけたことない。俺一回願いますね。コンビニのお姉さんいいなと思ってね、話しかけたことはあるぐらい。それでどうだったの。それで、いや全然ダメですよ。お食系なんだねマジで。うん、じゃあもっと頑張る。これ先生に誓ってみて先生に誓ってみて顔見ていいなと思ったら話しかけるような男に俺なるから見てろよ元気、うん、もっと前に来て弱い今のじゃん。マジか。やり直し。マジか。俺頑張るよ、元気、うんうん、肉食系な男になるように頑張る、うん、ダメなの。弱い。マジか。この今回のこの相談のね、着地地点はどこなのって決まる。掃除が、掃除めんどくさいっす。おー、そんなこと言って先生の先生に困らせに来たの。そう、あのね、うん、倉田くんがいじめるんですよ、最近僕の。そうなの。どんないじめしてくるの。あの、上履きとかよく隠されてる。何そのいじめ。だから今、外履きなんです。いやーよ、もう後からちゃんと拭いて帰ってねそう、掃除しなきゃいけない、うん、掃除はめんどくさいからもう嫌よ、もう嫌よ、うん、もう帰る。帰るの。もう帰る。分かったよ、もう帰るね。もう5時間目出ない。もう先生ね、早く帰りたいわけ帰りたいの。だからそんなね、くだらない話で来ないで何、なんか相談があるの。まあ、聞いて。いいよ。握手会の時も。ね、それさ、体もおかしくなっちゃうの、それあ、僕の方ですか。そう、僕の本体ですか。そういうこと。ちょっとギリギリこれダメですね。ギリギリダメだよ。いやーよー、そうなんだ。待って、こう握手する時に、うん、ごめんなさい、こう手がねびちゃびちゃなんですって言われて、こう体液がこうふってこう付着するじゃないですか。あの瞬間がなんともね。そうなの。一言で言っていい？うん、すごい。それさ、例えばさ、つくわけじゃん。つきます。付着します。で、嗅ぐの？いや、嗅ぎはしないかな。でも、じゃあそのなんかこう、ついたものに対してどうこうっていうよりかは、こうなんか自分に対してこう手汗をかいてしまっているっていうところにこう興奮。ああ、なるほどね。こいつ俺のために汗かいとるわ。汗かいてるっていう。そうそう、そう、そこ。究極のナルシストだね。まあ、要は。というわけで今日は来ていただきました。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや、それは楽しかった。楽しかったね。絵も上手だし、すごかったね。
一人覗いてね。おいおい、一言言えねえということで、今日の罰ゲーム、はい、だれ、はい、あー、よしいこさん、はい、一歩前に。今日の罰ゲーム、もう先生と同じダンスをしてちょうだい。じゃあ、よしひこ、先生よろしくお願いします。いくよ、先生についてこい。はい。そうそうそう、いいよ。いいよ、邪魔物の邪魔だ。そうなのよ、そうなのよ。そう、足が全然上がってないじゃないか。の名誉会長ことヒデのドキュメンタリー映画ジャンクストーリーから特別な映像が届きました。ヒデとは一体どんな人物だったのか少しご紹介します。まあ今の自分がいるのは本当ヒデのおかげだと思ってるんで、ヒデという物語、あとはまあX という物語は、まだ進行形なんじゃないかなっていう。本当にね、ヒデさんがいなかったら今の俺はないという、まあ、人生なんですが、まあ、亡くなってね、何年も経ちますけども、本当に今見ても全然古くないね、全く色褪せてない、いつもそばにいるんだなってことを、この映画を見て僕は、まあ、改めてまた思い出させてくれましたね。何度もやっぱ涙してしまったし、とても温かい気持ちになりました。僕がヒデさんの音楽に出会ったのはヒデさんが亡くなられた後のことだったので、リアルタイムの音楽活動より深く知れて本当に嬉しかったです。まあ、そんなヒデスピリットを僕たちなりに受け継いで、これからね、僕たちも音楽活動、そんなロックを伝えていきたいなと思っています。改めてヒデさんの物語っていうのはまだ続いてるんだなっていうのを感じることができました。この作品を作ってくれた、ね、方々の、ね、まあ、インタビューだったりっていうのを見てたらやっぱりすごい感動したし、改めてね、こうヒデさんっていう人をね、僕は尊敬してるんだなっていうのをすごい感じることができました。この時代にもね、ヒデさんのことを伝えていきたいなっていうふうに思いました。未来進行形で今なお進化し続ける我が校の名誉会長ヒデの奇跡を綴った映画ジャンクストーリーは公開中。この真実を体感せよ。する群れを避けてこの箱舟に乗って一つ存在する楽園へと君を連れ去ってさ、生きていけたらなんてね、ミサイルはプリゾンを襲うから、もう僕は行かなくちゃ、減られてる夢あるという簡単に言うけれど信じていた、情けないくらい必死に守ってきても、なおまだ青すぎる、消えるよ現実通り、天国への勝利
ジャックダニの原神先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もあの原神特別ランキングで出血を取ります。準備はいいですか？はい、はい、じゃあ1番は隼人さん。はい、はい、隼人さん。はい、で2番はチャムチャムさん。うわー、何？わお。はい、次3番目ゆめさん。はい、はい、で何？かわいいゆめさん。4番はかなさん。はい、はい、これよ。何？5番はめんめんさん。はい、はい、で6番がゆうぎりさん。はい、で7番がはるさんでした。あれは正解です。前は最下位。前は何だろう。色だったらチャムチャムがじゃない、なんだ、抱かれたいじゃん。誰にも抱かれたくない。そんな枠見せてるのに。やかましい。今日はインカだ。何て言った今。イカ。はい、でも今回も一番成績が悪かった人にはまたまた罰ゲーム。いやー、夜な罰ゲーム。いやー、夜な罰ゲーム。はい、うん、これは何か絵で描きなさい。え？あ、なんか見たこと。これは何ですか？難しいですね。拳、先生煽ってくんだこれめっちゃ。皆さんもちろんボケは禁止ですよ。ボケは禁止です。真面目にお願いしますよ。ヒントはね、あったかいかな。あったかい。え？あったかい。お茶。あったかいかも。あの触るとやーよってなるか。え？え？あ、もしかしたら。食べれるものもあるかも、もしかしたら。え、食べれるのもある。食べれるって。もううるさいからシンキングタイムスタート。はい、皆さん真剣に考えてくださいよ。うん、あとはなんかおしゃれな家にはあるかも。え、パパ、え、おしゃれな。リコリコでしょ。うわ、わからない。じゃあヒントで元気の先生にこれのモノマネをしてもらいましょう。モノマネ。あー、え、できるの？似てる。ほんといますよ。やってないから。ニョッキッキって感じ。え、竹？あのね、触ると痛かったって。あ、じゃあやっぱそうだ。あ、分かったよ、これ最初になってるかもしれない。あー、分かった。え、何？はい、そこまで。はい、皆さん集めてください。はい、回収します。はい、ということでみんなの回答を受け取りました。うん、はい、これ書いたの誰？あ、これ僕です。はい、なんか、すいません、いきなり。なんでこれ、食べれはしない。なに、これなに、自分の顔。あ、すいません、自分の顔。天狗のお面です。なぜに天狗なんですか？おしゃれな人の玄関に飾ってある。飾ってない。いや、うちの実家の玄関には天狗の面飾ってあった。それはね、それは多分きっとおしゃれではないもんね。おしゃれ。魔除けみたいな効果がある。あ、でもなんか、まあ、ちょっと先生的に、まあ、こういう顔の人タイプだから。本当に？そう、まあ、点数をつけるとしたら3点。3点3点これ3点ですね。天狗はもう違いますよ、皆さん。次いきますよ。だーれ。誰ですか、これ。誰？ゆめた。僕です。これは何？人ネタ？人ネタです。正解出ましたね。はい、え、これ違うと思う。違うんだよね。だけど、違うんだ。可愛いから4点で。あ、やった。4点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 。4は、はい、だーれ。これ僕で。あ、じゃあその向きじゃないですか。やめてください。こう、逆さまなんです。その…いや、それです。この向きか。はい、レモン。はやつなの、なーれ。これ、キノコです。キノコタン。なんでそもそもね、この画用紙いっぱいに書けるのになんでこんなちっちゃいの？男ちっちゃいの？いや、違う違うんですよ。何？そういうおしも的な話ではなくて、希望玉が小さいのか。違うんですよ。まあ、ちっちゃいか大きいから言ったらちっちゃいんですけど、あの最後追い込まれた時に俺一個のなんか C みたいな、ひらがなの C ぐらいしか書いてなかったんですよ、そのキノコの柄の部分。うんうん、で、カウントダウン入っちゃったから、そのまま一生懸命描いたその大きさで終わったんです。でもなんか器の小ささが伝わるから言って。あ、言って。やばいじゃん。言って。でも、歌あるんですよ、それちゃんと。じゃあ歌ってみて。キノコのこれ大丈夫かな。のこのこ元気。なんで歌ってみるんだよ。ちゃんとやって。なんで助け求めるんだよ。キノコダンスを今の歌でちょうどやってもらっていいですか？あ、テンション上がるかも。いいね。テンション知らねえ。よくやってるじゃん。そう、知
足は知らない。はい、ひかみさんいきますよ。ひなこステップ、ひなこステップ。ダンスと歌い入れて。ワン、ツー、スリー、アポイ。キノコのコゴゲキ。これ流れだもん。これカットされたら俺マジでこれ。やーよ。よ。はい。つまんなかったね、マイナス5点で。はい、だれはいはい、かなたはいサボテン顔描いてない、うん、顔描いてるサボテンだこれ、サボテンに見えません分かる、なんか米に、米から足が手足入ってる当たり前みたいな名前ふざけてる嘘やん、嘘やんふざけてますねえ、あと、絵じゃないよふざけてないよ先生、先生僕のより絵ちっちゃいです分かるもう、かなたなんかちっちゃすぎたからうんえ、なんか、もう先生すごく悲しいもう、正解なのに正解なんだけど絵がちっちゃすぎて点数つけられないわこれえ何持ってるのこれはピースしてるんですよあピースねハサミ持ってるのこっちはちょっと待ってくださいよサボテンピースできないっすよなんで追い込むんだよ仲間じゃねえのかよじゃあカナダカメラに向かってサボテンのポーズしてはい0点です0点はーい、はあ、はいキャプタンこれ何ですかサボテンですスネ毛って見えるけどスネ毛サボテンじゃないスネ毛でもさすがねキャプタンだけあってもうトゲが鋭いもう攻撃的感をじゃあそのじゃあ攻撃感を出してカメラにやってシャーええ弱めもっとできるはずもっと激しいやつあさすが正解だからじゃあ6点ねやったー正解じゃなくてんの満点が満点がいいだーれはーいはーいねんねん上手これすごく先生的にはすごくいいなってあ、マルカバンそう、分かりやすいしちゃんと可愛い入れ物にも入ってるしカバンでしょそう、でもこの最後の目、うん、そう、目描いちゃったサボテン目ってなサボテン目って何え目目の目サボテン目って何サボテン丸目サボテンのやつ目ってことですもうそういう余計なことやっちゃうからねじゃあサボテン流の告白ってのやってもらっていいですかカメラに向かってサボテンになったつもりで好きな子に告白する感じをほっといても腐らないよだそうですはいはいこれ点数つかないからもう一回別パターンお願いしてもらっていいですか別パターンそう俺のサボテン食べるもう食べらんないでもまあ、得点は10点で。はい。ラスト。はい。おお。何これ、またはるか。また調子乗っちゃった調子乗ってません。答えを導き出しました、僕。これなんか、カブトムシの後ろ側って感じですよね。いや、違います。後ろ側。いや、サボテンです、もう。え残り3秒で導き出した答えです。俺や。あれサボテンって言っちゃっちゃ俺もあの絵だったけどサボテンって言えばよかったって今思ってたそれで答えは分かんない納得できないラスト1枚なんで今回は先生が特別に点数つけてもらっていいですかはいマイナス4.9正解はサボテンタンでしたこんな感じで今日の授業は正解はサボテンでしたはい、はい、では理科の授業終わりますはい、起立ありがとうございましたありがとうございました気になる結果はこちらやばいよ、罰ゲームが待ってるよチルドレイニューシングルミザリーさよなら繰り返せばあの頃に会えるのきっと私あなたじゃなきゃダメなの甘いキスにただ虚しく泣かれる黒い涙は誰かの夢と眠るちょっとエッチなこの悩んでるみたいだけどちょっと今日悩みがあって来たんですけど、うん、ちょっと聞いてもらっていいですか、うん、ちょっと事務所に、うん、お前はどうしたいですかね
まあ、それは結構深刻な悩みだね。そうですね、なんかもや、毎日もやもやしてですね。もやがもやもやみたいな。もやもや、よくわかんないですけど、はい、うんはい、先生は結構そこはぶっこんで言っちゃうかなみたいな。あ、もう気にせず言っちゃう。そう、先生はね、先生は一応なんかイメージ問題もあるから、このラインはいいけどこれは言うなとか、やっぱ先生もね、上の先生に怒られるんだけど、やっぱもう自由人なんで、もう怒られたら怒られたらごめんなさいみたいな、うん、なんでもう自分で勝手にキャラを変えていっちゃう。なるほど、うん、まあ、僕はまあ一切禁止って言われたんですけど、うん、事務所が怒られたらお前何言ってんだよって先生怒られるとかもだけど、先生だったら言っちゃう。あ、先生我慢しないタイプですね。まあ、ペロペロぐらいは言っちゃうかな。あ、ペロペロはでも可愛いんでいいと思います、うん、はい、もっとすごいな。いやでもね、ちょいちょいね、僕はぶっこんじゃってるらしいですね。で、結局やっぱそれってもう、なんつうんだろう、人それぞれで捉え方も人それぞれだし、その話を聞いてわって嫌な人もいれば、ウケると思う人も必ずいるから、まあ、どっちを取るかですね。めっちゃ真面目に答えてくれますね。ありがとうございます。いや、もっとバカにされるのかなと思ったんですけど、いやいや、来てよかったな今日、うん、なんか一応もうカットするんで、うん、あのギリギリのラインをちょっと先生に向かってやってもらっていいですか。やってもらう、やる、うん、やるっていうのは言葉で、言葉で、まあ僕ね、割と口癖のようにチンチンって言っちゃいますけどね。チンチン、でもチンチンって知ってる？先生愛知県なんだけど、うん、愛知県の方言って、うん、あの物が熱いこととか、うん、あ、言う、あ、僕知ってるっすよ。チンチンって言うんだよね、うん、チンチンコチンも言うんですね。そう、チンチン、これ超チンチンみたいな。あとフランス人の人は乾杯するときにチンチンって言うんですよ。チンチン、先生もチンチンですけど。でも先生とか今ちょっとグラスの向きおかしかったんですよ。いや、チンチンみたいな、はい、いや、そこじゃないですけど、はい、乾杯。間違えちゃったかな。はい、間違えてますね。いや、もう全然いいと思う。それぐらいだったらいいですか。うん、まあ、でもチンチンが好きな人もいるもんね。まあそうですね、先生みたいに、ね、先生ね、あんまなんだよね。あ、そうなんですか、そこじゃないんですか、うん、先生そういうね、ちょっと言葉は言わなくしてるの。あ、そうなんですか、うん、先生風に言うと何が好きなんですか。じゃあ先生風に言うとペロペロ。あ、ペロ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 ね。まあ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 、どうしたの、ここだよ、お椅子は。こんにちは。こんにちは先生。何相談があるんですよ。うん、言ってもいいですか、うん、あの一番立てやれたらダメですか。それをやったらダメだよね。ダメですか、うん、やっぱりですかね。先生それをされたら、はい、あの引っ張ってきますね。先生はすごく綺麗ですよね。引っ張ってきますね。でも先生的にはちょっと女性のドキッとする仕草とかありますか。先生はね、どうだろう、ドキッてするっていうか、はい、もう先生もこれたまにやりたいなと思うのは、おこれ。ワンピースが着てるから、わかります、わかります、わかります。ありますね、その仕草。それを見れると、うんうんって思うんで。一つ言っていい、はい、そんな悩みよりももっと悩んだ方がいいと思うことがいっぱいあると思うんだ。おまあ、そうですかね、うん、でも僕そんなに悩みないですよ、そこまで。そうなの。あ、でも、学校以外の時間はバンド活動してるんですけど、うんうん、やっぱりその髪の毛のヘアケアがすごく大変というか、ヘアカラーをする頻度も一般の人より多いので、先生は何か気遣ってることは。先生がすごくいいあのポイントを教えてあげます。お、あのまずシャンプーの前にリンスとか安いトリートメントが売ってるんだけど、それはシャンプー前に使うプレケアとして1本買っといて、先にまずシャンプーをする前に髪に全部つけるの。つけて、まあ、軽く洗い流すのね、はい、でそこからシャンプーをすると、はい、シャンプーにこうあの膜が張ってコーティングされるから、はい、シャンプーの時の摩擦を最大限抑えられて、あ、それおすすめですね先生。試してみたいと思います、うん、で、まあ、結果、まあ、さっきの質問の答えだけど、はい、そういう時はあのメンバーを後ろ向きにさせて撫でればいいかなみたいな。メンバーを。なるほど。そう、はい、というわけでね、今日は子供ドラゴンさんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最終的にじゃあマイナスになっちゃって罰ゲームになっちゃった人だーれ。いやーよ。はい、早く前に出て。本当俺やるつもりなかったけど。はい、はい、華麗なステップ見せて。先生準備いいですか。いいですよ。得意でしょ。よーし、じゃあ花と。はい。先生についてこい。うわ、なんで、これをずっと俺はやるの。そう、これをやるの。
対して絵も光る。早くなってる。さっきもうちょっとさ、あ、もう、もう、もう、あ、来た。あ、来た。はいはいはい。できねえよ。キノコダンス、キノコダンス、あ、キノコ…やだよような日々さ答えはどこにもないそうありのままに君の呼ぶ声が今も胸の奥で響いている君に会いたくてただ浴びたくてこの想いを今すぐ伝えたい君を笑っていて苦しい時はこの僕がそばにいるからもう一度君にありがとう Stargaz 価値はそれお邪魔した Stargaz 価値を倒れお前の運命 Stargaz 革命を始めようぜたち不安はこの闇の中置き去りにしてゆけピークは終わったらしい一体誰が言ったうぜ奴らは放っとけ革命の時は来たyou
ウケる、はい、すげえ、うん、ウレピッピはウレピッピウレピッピはまた今度また今度です、あ、また今度だったかはい、じゃあ名前呼ばれた人は手を挙げてください。1番目はカンナタン、はいはい、カンナタンで、2番目はドックのハルタン、はいはい、で3番目がユーギリタン、はいで、4番目がハルタン、はいで、5番目がジュンジュン、はい、はいはい、じゃあ6番目がみずきたんで、おい、はい、で最後がめいたんです、はい、放送できますか、放送できる、ギリギリぐらい、あ、ギリギリのピンポンパンみたいなピンポンパン、ああ、あ、分かった、うん、俺もよくピンポンパンやってるから、ね、こっちからなんかおどろどろしい気をすごい感じてるから数学です、はい、でまた今回も成績悪かった子には、うん、まあ、ちょっと進化した罰ゲームが待ってるかもね、はいはい、問題です。メイタンは お寿司屋さんでカッパ巻きと大トロを食べました、うん、合わせて14皿食べ、うん、7000円支払いました、うん、大トロは何皿食べたでしょうか、
これガチなやつですか？ガチなやつですね。ガチなやつ、ね、これはガチなやつですよ。カッパ巻きがですね、そう、はい、140円ハートをつけていただいたんですか？そう、大トロがなんかメルヘンタンをイメージ、まあね、60円ってことだね。もうちょっと難しい子にはもうボケもありかな、今回は。おう、だから、どう、あ、違う、分かった分かった。え、嘘、分かった、ギャル王の水木もできたみたい、余裕数学得意な人、おお、お、お、面接はいませんでしたね、いないね。はい、帰ってきました。先生痛い、まだ痛い痛い、手が挟まってる、興奮しちゃって答え合わせしてきましたよ。はい、なかなか皆さんいいですね。そう、よかった、いい感じでしたよ。いいですか、まずですね、じゃあ答えへの考え方なんですけど、はい、あ、中学生くらいで習うですね、連立方程式という方程式を利用して、聞いたことある、ちょうど習ってないやつだ。あー、ちょうど習ってないよ。はい、これ誰ですか。はい、誰ですか。はい、俺から、はい、ですね、16皿、はい、これ、ボケですか。なんかね、食べたよりも増えちゃったよね。いや、でもこっから来るんですよ、なんかビッグエブ。あー、なるほどね、ごめんね、ちょっとですよ。そうですね、やっぱりあのトロっていうその発音から、発音とか結構気にするんで、あの 10と6でトロ。なるほど。まあでも、からの、そうですね、予定より食べ過ぎちゃってお腹がぽっこり、おお、どうしましょう、2週に続いてこの空気、とろくさいギャグでしたね、今の。あ、うまいですね、とろくさかったよ。3点で、あるんですね、今日優しさは、そう、優しさを今ね、あのお腹ぽっこりやってくれたんで、もう一回だけ最後やってくれるかな。はい、ぽっこりチャンス。本当にもうそのゲンキング先生のね、あのスレンダーな姿の前で本当失礼ですけども、お腹ぽっこり、やった、マイナス3点で、はい、そう、次はこれは誰ですか。あ、はい、はい、これは11皿、11皿ぐらいかなと思いまして、大トロが560円だから560円割る7000円してって、何皿食べれるのかっていうところをちょっとやりました、うん、惜しいな、惜しいですね、惜しいですね、これはもう1点ですね、ごめんなさいね、1点、点数ポップアップチャンス、一番可愛いポーズを取りなさい、3、2、あ、それも先生もよくやるんだよね。そのまま1点で。ありがとうございます。はい、これは、はい、誰ですか。はい、はい、みずきたん、14皿ですね。じゃあ、7、最後です。あ、こっちか、7か、はい、560と140足したら700じゃない、700を20かけたら7000じゃない、半々じゃないですか、うん、大トロ7でカッパ7だから7。喋り方もうちょっとギャルっぽくていいじゃん。そう、だからなんか自分の設定にちょっと疲れちゃった。うん、じゃあいきますよ、はい、ハイパーギャルヤマンバミッションっていうダンス。3、2、ハイパーギャルヤマンバミッション。おお、適合能力があって。何点ください。あ、じゃあ何点。3点にします。ありがとうございます。はい、誰でしょう。はい、はるたん。僕 今気づいたんですけど、メガネで全部で14皿食べてっていうの見えてなかった。え、先生もこれそれ書いてみた。本当に。おお、かわいい。先生似合いますね。あ、でもね、言うほど見えるよ。かけてみて。作り話だよ。設定作った。設定作っちゃった。あ、先生指やってもらっていいですか。見えるよね。8、もうね、くだらないよね、もう。8本ないからね、そう、はい、これは今どういう感じで解いたの。もう、みずきくんとほぼ一緒で10皿ずつ食べれば7000円になるなっていう。
ポップアップチャンスいきますね、はい、気合を入れてお寿司を食べてもらっていいですか。頑張れ頑張れ。ほっ違う全然気合が感じられなかったね。じゃあ0点で次いきましょう。はいはい、じゅんじゅんたん12皿ですね、うん、なんと12皿は正解でした。これ考えたらどういう考えなんですか。10皿食べたら5,600円になるからもっと食べないとダメだなと思って12かけてみたら、はい、いい感じの数字が出て点数アップチャンスするんで。おお、点数アップチャンスで頑張ってください。正解してるから正解してたら頑張ってもらいますよ。さあエレメントダンスをやってもらいます。5、4、3、2。受けました。結構お気に入りっぽいですよ。はい、10点で。おー、はい、だーれ。あ、これ僕12皿ですね、うん、さっきと同じ正解です。ありがとうございます。これどうやって考えたんですか。いや、あの一緒です。あのメット君と一緒で僕でもね、はい、このメイ君がちょっと心配で、あー、そう、上に体に悪いよって書いてくれてるんですよ。大トロ12はいや、ほんとダメよ。いや、そうですね。10点です。おー、はい、10点です。素晴らしい。はい、ありがとう。カンナだ、ちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ。これはなんと連立方程式じゃないですか。連立使った、うん、使ったけど考え方はね、メットと同じ。そうなんですか。うん、あの、X にね、1個ずつ当てはめてった。なるほど。頭いいよね、先生。すごい、すげえな、すごいね、12皿で。じゃあ、罰ゲームは、あの体が心配だし、うん、あのいっぱい食べたものを出してもらえると困るんで、メーターにします。おー、イエーイ、はい、おめでとう。マジっすか、うん、カッパ巻きダンスってのをやった。カッパ巻きダンス。カッパ巻きダンス。じゃあもう今日の数学はここまでです。はい、はい、じゃあ起立礼。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気になる結果はこちら。やばいよ、罰ゲームが待ってるよ。やあよ、その見方。なに、どうしたの。ちょっと相談がありまして、うん、ちょっと聞いてもらっていいですか。いいよ。いいですか。失礼します。あのですね、ちょっと恥ずかしいことがあって、うん、あの本当のガチな相談で、はい、オッケー、ちょっと耳打ちでいいですか。オッケー。で、ちょっと持っていて、嘘でしょ。やあよ、これは先生、本当なんです。あんまり電車なかなか乗らないんですけど、たまに乗るとよく多いんですね、その出来事が。ブタゴリラみたいなやつがそうすると多分全然気にしない。そうなの。なんでブタゴリラなんですかね。いやいや、なんとなく聞いてみたね。疲れて寝てますって、こうやってされたら疲れてるの。優しいね。なんでそんな優しいんですか。なんで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 このやりとり。なんでこれ、もうちゃんとやってよ。はい、いや逆に僕も注意した方がいいんですよね。もうあんま起きそうもなかったな、うん、ツン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 ってやれば。いや、それはあの事務所の社長のキャラ的に大丈夫かちょっと聞いてくるんで。あ、じゃあもう一回ちょっと社長に言って、はい、ダメだったらちょっと今度社長も相談。あ、了解しました。、はい、社長に言っといても。あ、伝えておきます。そう、はい、ご飯食べに行きたいって言っておいて。あ、了解しました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。また相談があったら来てちょうだい。ぜひお願いします。はい、わかりました。
先生どうしたの先生あのねお悩みがある、うん、先生は聞いてくれるのお悩み今日まで聞きたくないかなおだしゃ帰ろ帰ろ、うん、ありがとうございましたちょいはいもうしょうがないから早く座りなさい時間ないの先生先生負けないとねどうしたのあのねちょっと言いづらいからね耳元で言ってうん拾いたくなっちゃうの。うん。どうしたらいいと思う。まあでもそれすごくわかるかも。え、分かってくれよ。あの先生も今はないけど。ちなみに先生は、はい、あのどういう本が好みか。そんなこと言ったらうちママが悲しむから嫌な。すごくいい方法があってそれにその悩みには。おまずいっぱい買うわけ本をそういうねおう自ら一回雨に濡らしとく家の前でおそれは新しいそう、うん、でそれで似せた体験を家の前でやるみたいなああ自作自演ってわけですね完全に不審者だけどねそうねそうねそうファンに見つかる時の顔をしてもらっていいですかおお今今ファンに見つかる時の顔、うん、絶対そんな感じなんですなんかさっきからもうこんな相談してたら顔がもうねそういう風に見えてきてスケベ顔ってことそう、うん、ベースケ顔ベースケ顔ベースケじゃあ最後いきますよ最後うん最後はもう拾った時にファンに見つかった時の顔をしてくださいえもう一回やるのそれそうまたねはいじゃあもう、うん、今日の罰ゲームはメイタンはいカッパ巻きダンスそう先生の動きについてくるようにはいどうですかこの辺いけてますよあおお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 それではまたはいまたねバイバイはいバイバイなにわサンバ迷子ありさまお姉ちゃん始めましょうかの電車に登って震災橋へと向かう駅に着いて改札の前切符はどこやアホなミス笑い飛ばしゃえね多分なんとかなるってさあチケットとタオルを取り出して一丁始めよか何はさ届けてるこのポーズ果てな姉ちゃんも情熱な兄ちゃんも苦労はしてるプライドやルールは忘れようか最新革命で汗かくベストかきそれでええわこれが人間やんか一切合切ため返気に止めI'm a man, I'm 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 a man,
ですか皆さん。僕はライブが多かったですね。ツアーがあったんで。さすがですね。ライブ残りのね。そうですね。残杯ね。残杯。嘘。足みたいに書くけどあれだ。いやーよ。まあ。もう。もう。いやーよ。すいません。ハルコ申し訳なかったです。本当に。はい、ハルさんは夏休み何してましたか、はい、いや、僕もそうですね、やっぱライブが多かったんですけど、やっぱそれと同時にやっぱ機材車にほとんど乗ってるっていう感じでしたね。なるほど。車に乗ってる夏休みでした。ゲンキング先生は？ゲンキング先生ね、もう休みが1日しかなくて、あら、その日にね、もう夜に白浜に友達とパッと行ってあの朝は平気だったんだけど、お昼ぐらいから人だかりがすごくなっちゃって、全面をパラソルを10個ぐらい借りて、うーってパラソルのこういう円を作って、その中に隠れてたの。もう人がすごかったから、したらもう風が通んなくて、もう中が虫風呂状態みたいになっちゃった。ああ、なるほど。そう、あと先生とあと金子健君も一緒にいてて、ああ、同じ人で2人でいたからもううわーってなって。え、先生薄着？もちろん。その上は？そこ聞く？いや、でも気になる。上どうなるんですかね。そう。システム的に上どういう段取りになるんですか。そこはね。はい。この後はいよいよゲンキング先生がデイジーストリッパーフェストバンクのステージに今番組で歌を初披露。緊張しちゃってやーよって感じです。ではまずこの夏休みに出しておいた美術の宿題をですね見てみましょうか、やってきましたよ、もちろんやってきちゃったよ。どっさん、ちなみに周りにいるちっちゃい人はお客さんってことですね、これ。うん、そうです。はい、わかりました、ありがとうございます。確認でした。せーの、どん。そう、移動距離をあの7月と8月で計算してたんですよね。だいたい8000キロぐらいあって。8000キロすごい。あの矢印で辿ってって、まあ日本一周みたいなもんっていう感じで、もういっぱいね、多分いろんなファンから愛をもらっちゃったから、髪の色までこんなピンクになっちゃった。そうですね、唇もピンク色で、ね、はい、目の色までピンク、目の色までピンク色で、ね、目の色まで変えちゃって、眉毛の色まで変えてね。そう、欲しがりだよね。欲しがりね、毎度アーリー様って、ね、毎度アーリー様、うん、はい。ゲンキング先生はまさにさっき言ったパラソル、パラソルのすごい灼熱地獄のパラソルですね。そう、絵が可愛い。これゲンちゃんがこの色で、金子健さん黒すぎませんか。これウェルダンすぎませんか、これ。本当黒こけになっちゃった。黒こけでちょっとね、うん、壊れかけてでも走り続けるよ、精一杯あれ広げ羽ばたくまで、今よりももっと輝けたなら、10年後の僕らは曲がりくねる道を歩く、足元に気を取られて、過ぎゆく日に不安がない、と言ったら嘘になるけれど、雨音が奏でる憂鬱なリズム、越えた先の眩しい未来へ、足音を鳴らしてギラついた心で忘れ、枯れ木に花を咲かせましょう、繋いだ手は離さずに、僕らが目指した未来へ。歩くたびに別れ道で、大事なものこぼれてく、だけど僕は負けたくないよ、目指す場所までバレたわずつ、気を吸って毎日確かめてるよ、この世界
番組以外でも DVD になるかもしれない。もしかしたらですか。大変。じゃあ先生の子ピーって入れといてくださいね。ね、長めのピーになるでしょ。長めのピーになる。これやだやだ。強い予防があったらもしかしたらブルーレイもありえますからね。強い予防があれば MD かカセットでしょうし実家に帰ったらあります、ね、実家に帰ったらそれでは V と I の学校特別編でした。またねまたね。